対戦相手の方が見つかりました。お相手のパーティーがこんな感じですね。初手ライブはまあまあありかな。ランドロスが重てえけど、それ以外の刺さりはまあまあ。なんで、ライブギャラでいいかな。ライブギャラ、ラスト。この2匹でいけばクロスはそんなに重たくなくて、ギャラ出してるんで、ガモスもそれなりと考えると、まあ一応だけど、相手の初手のやつ、ランドロスが鬱陶しいっちゃ鬱陶しい、プラスミミッキーにもそれなりに強いということで、ナットレイでもいいかもしれませんね。ガモスを出してくるかどうかだけど、ギャラがそんなに不利ではないはずなので、これでいくかな。はい、対戦よろしくお願いします。なんか相手の女キャラめっちゃデブに見えね。あれはそういう服だからか、なんかふわふわしてる服着てるからですかね。すげえデブに見えるんだけど、ヨロヨロのヨロです。なんか服下のなんかさ、スカートの感じと上のダブダブが合わさってデブ女だな、こいつで。ライボから入って、のランドロスが少し嫌、まあ、ランドロスから来ますわね、来ますわねってなんだおかまみたいな話し方になってしまった。でここは突っ張ります。耐久振ってるのもあるし、ステロとかトンボ狩りからの展開も十分考えられるので、ここはメンズアッパー。相手からしたらギャラーとサイクル回せるのが嫌だろうから、ステロ巻きの場合はここどうしてもステロ巻きたい対面だと思うんですよね。まあ、仮にスカーフじゃなければ一発でから技が通るわけなので、そんなに悪くはないでしょう。で威嚇が入って目覚めるパワー、ステロだったらまあまあ、耐久ないしステロっぽいかな。あ、 Z なの、何 Z、 あ、殺しに来たか。まあ最悪 OK、 それはこれさすがに威嚇があるとはいえ耐えることはできませんね。なるほどな、威嚇が入ってもなお殺しに来るっていうところか。まあだけどそんなに悪くない。ギャラの方がまあランドに有利なんですけど、相手 Z も切ってるし、ここはさっさと交換、いやさステロとか巻きたいんで。ただ宿り木から入ってもいいかな。県内型とかの可能性があるかもしれないとは言っても、ステロでいいか。今後のサイクルを考えると県内型なのかもしれませんけどね。ただ仮に県内詰まえても地震じゃなくて飛ばないんで、引いてきた OK、 ステロが刺さりますね。ガモスか、はい。こっからギャラナップのサイクルで相手を崩しに行きましょう。メザデンガモスとか正直もう知らんぞ。ここはギャラドスに交換。超マイだと思うけど、この技でもとりあえずはいいですね。焼けても今回の方は特殊型なんで今こんな方のギャラ使うやつあんまりないけど、あの特殊ギャラなんですよ、完全なる一個も物理技がない。まあ、ただ暴風覚えたことによって特殊ギャラもなんかまあまあ実用的というか強くはなった気がする。ガモス相手だとちょっとあれだな。ほら、これ特殊ギャラ読まれてんのか。いくら積まれても滝登りとか関係ないけど、やべえ。ただ防具まあまあ入んだろ、これ帯持ってるし。ほらよ、え、肩って弱っ。マジで2回積まれたらこんなもんなの。まあ、ただ防具は氷のある技です。氷じゃねえ、混乱のある技ですからね。しかもギガドレイン、ギガドレインも弱え、弱えけどこれちょっときついぞ。やべえ、特殊ギャラにしたことによって、あ、急所ですねこれは。よしよしよし、まあ、結局のとこね、急所行けば問題ないんですよ。あぶねえ、特殊ギャラ活躍させようと思ったら特殊ギャラにしたせいで負けるとこだった。いや、特殊ギャラのいいところは、あのこいつが呼ぶナットレイとか、あの辺に対して打点が持てる点なんですよね。あとはまあ今そんなに数は多くないですが、やつ、マッシュブーンみたいなポケモンに対して暴風が打っていけるって点が強いですかね。あとヘラクロスもそうか。まあ今飛行 Z を採用すれば別に物理型でも特殊技を押せるんですけど、技範囲を広く取った上で、まあ、それなりの火力の飛行技が打てるということでね、まあ、ギャラは C は低いですが、あの暴風の火力は技火力が高いんで、それなりのダメージが出るって話をしようと思ったんですけど、ガモスに死ぬほど入んなかったんで説得力がなくなってしまいましたね。でも相手これナットで結構きついだろ、グロスとランドだと。グロスがアームハンマーとか持ってれば別だけど、ない場合はナットでめちゃめちゃきついですからね。でアームハン持ちの場合はギャラに打点がないことが結構多いはず。
雷パンチがあるかどうかだな。試練とかとりあえず行けば、雷パンチなければゲラで威嚇エリーに行ってもいいかもしれませんね。あ、まあ持ちか。しかもゲラの対面で打ってきたか。まあただ耐えるは耐えるな。耐えたとは言ったものの、これどうするべきかな。ギャラ死に出しの方がいいか、でもここでギャラ出した方がいいか。ここアムハン以外の技は結構しづらいはずだし、ナットでこの HP とは言ってもアイヘとかではなんか多分ちょっと不安な HP だと思うんですよ。でここギャラから入って、あーここはあれレイパンがあったらレイパンしてくるか。でここはデーモン寺、 S が下がってるんでギャラが上を取ってはくれませんかね。素早さ関係が分かんねえ。ただグロスはまあ S ぶっぱしないこともあるポケモンですからね。そもそもダイヤモンドでメタグロス落ちんのかな。まずそこじゃない。そして落としたとこでランドに勝てるのかという話ですよね。これさ普通にさリュウマイギャラを使ってさガモスの前で待ってたら勝って出せてないか。お通るか、落ちんのかこのダイモンジ。あダメだわ、ダメだこれは。ちょっとうん、僕の思ってた、いやこれやっぱ採用した僕が悪いんですけど採用した僕が悪いんですけど、基本的になんかポケモン一匹倒せないっぽいですね、特殊ギャラドスは。いや僕のなんかさ脳内だとさ、モンジでナットリ焼き尽くして冷凍ビームでボーマンドを殺してめっちゃドヤ顔しようと思ったんだけど、結局その4倍弱点をつかないと厳しいということですかね。リンチ、まあこれどうしても無理だよな。あやっぱレッドパンチ耐えたんだな。耐えたんだったら多分最近のこう突っ張ったがまだ良かったかもしれないですね。まあ、ただ突っ張ったとこで、ね、どれ消えてどうするのって話だからな。これはいやギャラが悪いっていうか多分僕の考えが甘かったですね。対戦ありがとうございました。かー悔しい。対戦相手の肌が見つかりました。相手のパーティーがこんな感じですね。ニドキングか、あいつはうぜえぞ。あいつはうぜえけどドンファンがいればなんとかなるんじゃないか。ドンファン確か今回はたきも持ってるんで、うん、ポリゴン2の奇跡も落としに来るし結構刺さりそうですね。ドンファンから入っての一応リザにまあまあ強いキャラドスか。ラストはいやフェローチはドンファンキャラでいけばそんなにきつくないと思うんだよな。なんやかんやポリゴン2が重たいのに変わりはないので、ナットレイを出すかラティで圧力をかけに行くか。ただポリゴン2はこっちのパーティーにそんな刺さってるかっていうと刺さってない気もするんですよね。ナットレイ動かざるっていて、だからリザバインの時にまあまあ活躍してくれそうなラティオスでいいかな。これ行ってみますか。フェローチェもラティはフェローチェに弱いですが、ゲラとドンファンはまあまあ強いんで、ここで行きますか。はい、入った一戦よろしくお願いします。あ敵のパーティーキャップの忘れてたな。敵って言っちゃった。相手対戦相手のパーティーキャップの忘れたんで、適当にいい感じのポケモンキャップっておこうと思います。ドンファン今日はお前がサムネだ。あべ暗くなっちゃった画面が。ダメだな、ニドキングでいいやもん。はい、ニドキングには有利で、ここ引いてくる可能性もあるんですが、冷凍ビームを押してくる可能性もゼロではない。自信ワンチャン畑つぶてで殺せるか。畑を取ってレイビタブで突っ張ってくるとしたら冷凍ビームなんで弱点保険が発動するんですよ。だから助けの可能性もあるし、チームはちょっと押さなくてもよかったかもしれないということで、はったきでよかったですね。どうせ弱点保険発動するんで、なんではったきだったかっていうと、一応だけど地震読みでリザードンに引いてくる可能性が少しあったっていうのと、でもさ冬霜っていうのはニドキングって、これドンファのつぶてはあまりにも有名で、もう打つかつぶて冬霜ってそうだけど、ただステロンも覚えるからな。ドンファンはお引いてくるか、これは不意打ちなさそうな感じですかね。最悪悪事で殺されるのはもう仕方ないから、そこはもう置いとこう。悪事はもう正直しゃあない。むしろ太鼓とか包まれる方が嫌なんで、ここはダストシュートで
まあくじで打っていきますね。さあ行くぜ行くぜ、ギャラドス。さあ10万ボルトはニドキングを捨ててからの展開がありえるから10万はやめときましょう。何がいいんだここ。じゃあ暴風か。まあ、暴風は一貫ありますからね。ここは暴風でいきましょう。まあ、さすがに相手10万は読んでこないと思うけど、竜舞とかは警戒してくると思うんで、そこだよな。威嚇入ったマリリーはギラにそんな強くもないですからね。ニドキングはとりあえずラティで勝てるからいいんですけど、フィリチも多分ないと思うんで、あったらドンファンとかで押してきてもおかしくなかったからな。ここで考えますか。まあ、ここでギャラが押す可能性が一番重い技は竜舞で、僕のパーティーギャラライボルトが入ってるんで、おそらくギャラはメガじゃないという判断をするはず で、その場合に相手が多分一番警戒する方ってスカイゼットギャラドスだと思うんですよ。ライボギャラのスカイゼットはまま増えてますからね。ここは竜舞を警戒した動きをしてくるはずで、そうニドキングを切ってくると思うので、10万ボルトは押さなくて正解。ただ外したらちょっとまずい。あーん、ラティオスでマジかー。いや10万がなければいいんだけど、ニドキングはワンチャン10万採用するからな。じゃなんならヘドロウェーブでもまあまあきついし、でさっきフィーチをしてこなかったのはステロ読んだからかもしれないけど、ステロ読むんであれば、そもそもあの多分この SP ステロで落ちる SP なんで、フィーチ押せばいいんですよ。だから、フィーチは、ないもので、ないものと考えます、最近で。オッケーオッケー、レンドキングが突破。まあ、ラスト次第だな。マリルリッターの SP 最近で飛ばせるか、いや、厳しいだろうな。ラストリザードンだと思うんですよね。でもどうだろうな、リザードンじゃないのかな。相手のパーティー何がいましたっけ。ニドキングしか映ってねえから分かんねえ。マリルリー、いやさすがにラッチはここでは捨てらんねえ。フェローチェとか、あフェローチェの可能性あったか。フェローチェいたな相手のパーティー。ただフェローチェだったらフェローチェが多分入ってきてるんで、ここはギャラドスでいい。太鼓積んでくれ、できればできれば太鼓積んでこい。はたき？は？帯落とされた。これ帯読まれたか、まさか。パワーが下がりましたね。まあ、ただ10万で押していくしかない。ほら、食らっとけ、10万ボルト。帯がなくなったとはいえ、抜群。あ、でも思ったより入ったな。こんな入るか。よし。さっき僕も当てたから、これは平等ですからね。これに関しては平等。聞いてこないということは多分だけどリザードンで Y か X か分かんねえ。X だったら暴風で Y だ、いや正直何が来てもきついが、このギャラじゃリザードンに勝てねえぞ。フェローチェか。あ、OK、フェローチェはいい。モンジでも僕でも中と思うんですよね。だから命中率の高い方でいこう。僕って命中 X だ。 70？ じゃあモンジだな。どっちにしても当たれば落ちると思うんで膝、はい。さすがに膝じゃ落ちねえわ。ああ、そして弾当てれば勝ち。オッケー、対戦ありがとうございました。いや特殊ギャラが強いわ。やっぱ急所は関係ない、さすがに関係ないでしょ。エローチェだったらヒヤッとしたけどなんとか勝てたな。対戦ありがとうございました。